はい、毎度どうも恐縮です。君安と申します。ロコロコ2やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ今回はいよいよマジョリーネとの戦いですね。早速やっていきましょう。大変マジョリーネがブニョバカ団を完成させちゃう。急いでマジョリーネを止めようということでね、やっていきましょう。さあどんな戦いになるんですかね。いやちょっと怖いな絶対難しいだろうな。お、地面が、あ、何これ上昇するんだこれ。さあスタートです。お、シルク、ちょ、ありがとうございます。シルク美味しい。よし、オッケー。このまま上、え、なんだこの上に上がってくるのかな。おっと、また何だこれ。あ、家を落として振り落とそうということだね。そうはさせるかい。もう上に行く感じだな。下ろしたらおしまいですね、これね、普通に考えて。あ、ちょっと、お、モーションの声、まだそんなに来んの。待て、ほっ、あ、ちょっと落ちたらおしまいだって言ったおしまいだった。よしよしよし、やっつけた。これなんだろう、雲か。これは雲をどかすだけだ。で、おお、また来た。まあ、この何で公園中ですか、浮いてくるんかい。で、また文字来た。ほっ、アタック、文字アタック、よいしょ。あ、また、あぶれ、惑わされちゃいけないな。おお、やめろ。ほっ、よいしょ。あ、当たんない。文字に当たんなかった。全然当たんなかった。すごいチューリパンじゃん。よいしょ、取れない。これあ、これ、大丈夫これ、こ、帰れない。おっくねー、無理はしていけませんね、なんかね。よし、ここで雲を除去して、待って、取れない。よし、よし、おお、お、来たぞ、マジョリーネのことが。落っこしそう。ここからどうなるの、どうなっちゃうの、ここから。チューリップいっぱい、もうここでしかチューリップ補給できないんだな、多分。うわぁ、どんなになっちゃうのこれ。おお、なんだこれ、どうすんのこれ。どっか当てるんだろうな、どこ当てるのこれ。そこか、目か。これ指標が下がるからなかなかジャンプできない。ほらほら、届かない。あ、鼻息当たるとダメなので、ちょっとガタ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 。いや、文字落ちてる。こちゃ、よし、OK、偶然当たったけど、これどこに行けばいいのかな。鼻息用あるから、文字はもうこれ相手してらんないですね、これね。逃げよう、逃げろー。お、こっちは近いです。あ、まだ鼻息、鼻息、逃げろ、鼻息はやめろ。よし、これまた、イエーイ。これどうやってやってくれるんだろう。あー、よいしょ、よいしょ、ジャンプできない。まだ食べるか、これか。ほっ、どんだけ当たればいいんですかね、わかんないね。ほっ、これか。あれ、当たってるよ、今当たってる、反応とかってな。今度こっちかな、こっちで開くのこれ。またまず来た、またまず来た、いけろ、相手知らんない。あ、また、なんだあれは。ほっ、ほっ、ウィスルス、あ、なんか下がった。ジャンプできない、ジャンプできない。また、落ちたらおしまいよ。ほっ、どんどん食べられちゃう、どんどん食べちゃう、しょうがないもんな。こんなに文字がいたら対処できないもん。あ、はっ、どうするのこれ。ほっ、大変なのこれ。あ、なんだなんだ、泣きてる。ほっ、こいしょ。ほっ、タイミング合わないな、この口角の唇の動きが合わない。ほっ、
やっぱり捕まえちゃうな。捕まえたらまずいな、あれは。よいしょ、当たった。おお、もう何回当てればいいんだろう、これ分かんないな。よいしょ、よいしょ、あ、またこれどうするの、これ、どうするの、これ相手に持ってかれちゃうのか、これいかんな。おもじゃ、またもじゃ、もじゃ、あ、そう、上がってる、よいしょ、これ難しいな。タイミング合わない。あ、また来た。これ間に合わないな、動きが速すぎて。交差したらもう出してダメなんだよな。よいしょ、ジャンプができない。ほ、これか。で、隣行くか、隣行こうか。間に合うかな。あ、また来た、また来た。あ、あれ、やっつけた。両目やっつけばよかったのかな、わかんないや。でもなんか力を貯めてるぞ。まだ健在だぞ、これ大丈夫、これ。おー、やばいよーってなってる。おしまいだーみたいな。どうなっちまうんだよー、オイラたちはどうなっちまうんだよーって感じですよ、これね。あの両目アタックは何だったんだろう。そんなこと言っちゃいけないか。ん？あ、ついに10日、分量爆弾。うわー、そうだ、みんなで歌うんだって感じで歌ってれますね。お、歌うことによってなんかオーラが出てきたぞ。おお、俺たちも歌おうぜって感じで。あ、なんか出てる、エネルギーが、オーラというかエネルギーというか。そうだ、俺たちも歌おうって、私たちも歌おうって感じで歌ってますね。お、ムニ爆弾対、お、惑星の、ん？そっか、これかって。一緒に歌えばオーラが出てくるなってことで。お、頑張るぞーってエネルギー出してますね。お、弾かれてる、ブニョ爆弾が。ん、 L1 と R ボタンを一緒に押してみる。はい、こう、こうか、弾くのか。近づいたらこうやって弾くのか。近づいたら、あ、なるほどね、弾かせるわけだ。こっちに来んなって、あっち行けて。タイミング合わないのか。こういうことか。着弾した瞬間に R ボタン、L1 ボタンでジャンプと一緒の要領で押すと弾くみたいですね、爆弾が。あれ、あれ、こうか。あれ、うまくいかない。あれ、うまくいかないよ。なんかうまくいかない。あれ、なんかタイミングわかんない。タイミングが合わなかったせいなかなか。よし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 。で、その爆弾が自分のとこ行くんかい。イエーイ。ああ、よかったよかったって感じで惑星が満足してる。こうして平和が訪れたわけですね、これでね。みんなで力を合わせれば
何でもできるという感じですかね。よかったよかった。でもあのマジュレイジャー強かったわもうみんなのおかげですね。こうして平和が訪れたわけだ。学生も満足して、あ、逃げた。マジュレーネたちが逃げていきましたかね。カミカミですいませんね、なんかね。はい、クリアですね。よっしゃー。いや、最後のマジョリーネ戦はね、なんかわけが分かんなかったですね。どんだけ 目にね、ダメージを与えるか全然分かんなかったな。あれ、両目を同時に閉じさせればよかったのかしら。ちょっと分かんないんですけどね、未だに。で、練習でやった時はね、やっぱちょっとね、片目をいくら攻撃しても倒せなかったんですよね。やっぱ両目かな。両目なんだろうな、多分な。多分ね。そうですね、2になった新要素としてなんだろうな、大変だったのなんだろう、マジュリーヌかなギミックは面白かったですけどね、うん、なんかこう硬いものにこうロコロコが入って物を壊しまくるっていう爽快感もあったしね。あとね、隠し要素かな、探せなかったな、あれは探せなかったなどこにあるんだろうな。自分では全部結構見たつもりでもいるけど、やっぱ取り残しとか結構あったかな。あれはちょっとやっぱり極めし者しか入れないところなんだろうな多分ね、どこどこ極めし者しか入れないエリアがあるんでしょうね多分ねね。でもあのマジュリーネたち逃げちゃったけど、また来るんかなまた来ちゃうんですかねうん、来ちゃうのかな。もう来なくていいよっていう感じはあるけどね。ボンムージュはちょっと意外に弱かったですよね。気が弱いって言えばいいのかな、うん、気が良かったかな。そこがちょっと個性があっていい感じだったんですよね。いやーでも大変だったな。やっぱねトゲの配置とかもね結構ねいい位置だったりしたから ね。いやー結構恐ろしい場面もあったよな恐ろしいとこあったよな。やっぱりこう隠し部屋探してこうポイント高ポイント稼ぐとなるとやっぱりね難易度結構上がりますよね。上がります上がります、うん、あとね一番難しかったのなんだろう、やっぱあの海中シーンかな。海中シーンであのなんだっけビリビリがあったそうかな、違うフグがいて、その周りフグだらけでその合間を縫っていくってとこが難しかったかな。あれ隠し要素だったっけな。そうだ隠し要素で行ったとこがなんか海中シーンであの海の中ですよね、水の中で、そこでフグがなんか8匹くらいいたのかな、ぐるっと回ってそのどこかにチューリップがあったりなんか紫のポイントがあったのかな。それを取るのに結構大変でしたよなんかねうん、確かフグのトゲに当たるとトゲトゲと一緒の判定でロコロコが一匹失っちゃうんですよね。失って、まあ、くっつければね制限時間内にくっつけば元に戻るけど、まあ、なかなか戻れませんそんなね前にトゲそのフグがいるからね、なかなかねそこが一番難しかったかなって気がする。はいね。あとねミニゲーム結構面白いですよね。うん、その、なんだっけな、なんか、クエストっていうか、いくつかこう先進めると発生するクエスト、ミニゲームね。うん、シューティングね、クリアできなかったのかな。
意外に難しいですよ、あのシューティング、うん、なかなか。あれもポイント、高ポイントっていうか、6-6でペケルンだったかなんていうかな、ペケルンをいっぱい取ろうとすると、もしくは紫のポイントをいっぱい取ろうとすると、結構やっぱり危険を犯さないといけなかったりするんでね、そこ難しかったよな。それを除けば、なんか普通に、消したかな。それでもなんか結構手強かった感じがするな。ね。で、音ゲーも発生しましたしね。音ゲーなかなか後半発生できなかったよなぁ。1ペースだってけどね、とかどこどこの数がね、10匹だったり15匹だったりね、満たさないと発動しませんからね、音ゲーはね。そこをなんか後半あまりできなかったかなぁ。ね。なかなか難しいゲームだ。2008年、14年前のゲームですね。なかなか難しいな。でこれ PSP でみんなやってたんですよね、当時はね。よくやったな、皆さんね。すごいよ。むいむい。おめでとう、これでのんびり遊べるね。むいむい。残ってる分量取ってあげよう。あ、そういえばこれ分量か。黒い雲のやつね。これを取る作業もあんのか。なるほどね。どうしようかな。一応ロコロコ2はね、一応クリアでございますね。ありがとうございました。さあ残る分量を取っていくかどうかはちょっと今後の予定次第でということで、ご要望があればやっていきたいと思います。はい、今までご視聴ありがとうございました。分量に関してはまたちょっと検討中でございます。はい。ありがとうございました。また次回はね、また新シリーズもしくは分量を取っていくのかどうかわかんないけど、またやっていきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。